県政フラッシュの時間です。奈良の伝統工芸奈良人形を芸術の域に高めた森川都園の足跡をたどる展示が奈良県立美術館で開かれています。特別展は森川都園の生誕200周年を記念し代表作などおよそ220点とともにその功績を振り返ります。都園は幕末から明治に活躍した奈良人形一刀彫りの作家で優れた技術と表現力で奈良人形を芸術の域にまで高めただけでなく日本の近代彫刻の先駆け的存在としても見直されています。これは都園が得意とした能に題材を取った作品でこれぞ奈良人形という華やかな彩色と質感豊かな造形が高い評価を得た名作です。一方こちらは神の使いとされる白い鹿を刻んだ作品で奈良人形にゆかりの深い春日大社の拙者若宮神社に奉納されました。このほか貴重な都園の絵画なども見ることができるこの展示は11月14日まで開催されています。県立民俗博物館では奈良のものづくりをテーマにした企画展が開かれています。県立民俗博物館は今年3月常設展を一新し奈良のものづくりに関わる道具などの展示を始めました。企画展はさらに幅広くものづくりを紹介したもので会場には江戸時代後期から昭和初期に使われた道具や工芸品およそ90点が展示されています。酒と酒粕を分ける酒袋は奈良市にある正暦寺の僧侶が始めたと伝わる清酒作りに欠かせない道具でした。また酒を楽しむために作られた道具では江戸時代後期屋外で酒を温める小さなコンロも登場しました。今日は体験イベントとして歯切れを使った縄作りのワークショップも行われました。奈良のものづくりを幅広く学ぶこの展示は12月12日まで行われています。ではお知らせです。県では県庁で働く魅力を動画サイト YouTube で生配信します。 YouTube のライブ配信で令和3年度奈良県職員採用一種試験で追加募集する技術系職員の業務説明会を実施します。開催日時は10月1日午前9時40分からです。総合土木、造園、建築などの試験分野において具体的に業務内容ややりがいなどを聞くことができます。申し込みは不要ですので就職活動中の方や公務員の技術職に興味のある方などぜひ気軽にご視聴ください。詳しくは奈良県人事委員会事務局任用審査課電話0742-20-4430までお問い合わせください。新型コロナウイルス感染の早期の収束を目指して県民の皆様にお願いです。緊急事態宣言適用区域など感染が拡大している区域への不要不急の往来は控えましょう。普段同居していない人とマスクなしでの対面は徹底して避けましょう。県内でも感染力の強いデルタ株が増えてきています。マスクの着用、換気、消毒といった基本的な感染対策を徹底してください。またワクチン接種後もマスクをつけるなどの対策の徹底をお願いします。新型コロナウイルスについては県のホームページに最新情報を掲載しています。皆さんの命を守るためにうつらない、うつさない感染対策へのご協力をお願いします。以上、県政フラッシュをお伝えしました。